はいどうもリッチです。さあ今回はエブリシングイズガービッチというゲームをプレイしていきます。さあこのゲームね、一応資本主義的な生産チェーンを作るバカげたゲームみたいで、まあガービッチがゴミみたいな意味なんですけど、ゴミから何もかも生み出していくと、まあ最終がお金ですけど、ゴミからお金へとね作り出すゲームです。まずゴミ、まあ肥料ですね、この場合。肥料として野菜を作り、それをね、マーケット市場で売るんだという。まず一循環ね。で、まだまだもっと先があるんですけど、こういった感じの循環をもっと進めていって、最終的になんかピラミッドみたいなものを作るみたいです。こんな感じあるんですけど、まずお金を貯めていきますか。マーケット、まあこれは一番簡単なやつだね。最初期みたいなことでしょうか。どんどん工業が発展していくんで、人もね作るみたいです。お金が一応4つからできるんで、何かあるわけですね他に。でこうアンロックしていって、そこ使うんで、来た、うーん、牛か、これ引けるよね、届くかなこうだね。で野菜から牛、これ開いとこうかな、はい、牛をステーキハウスで加工して、マーケットで売ると。ちなみにモーテルね、置いてみるか。あーなるほど、野菜か肉から子供ができるよと。まあそういう比喩ですね。じゃあそういう場所であると。ただ子供使えないもんね、別に。子供を何かに使うわけですよ。まだあんのこれって。あ、あったんだ。で、肉から子であったんですが、次ちょっとこれ買うか。お、木ですね。ちょっと待ってね。ゴミから木、なるほど。エコですか。まあ、このゲームはよくあれですよね。最近聞くサステナブルみたいな。持続可能な社会を作ると思うんで。ゴミもどっかから作れないかな。ゴミ、木、木から本、本から、本からお金説もあるね。ちょっと待ってね。これは難しいぞ。まだお金にしようか。こっちね。一応20でね、お金を生み出せるっぽいんで買うわけですよ、お金を。こうふわふわふわ飛んでって。これ、ブワーって飛んでって。行くわけですね、この距離。輸送費はないのかと。もう一旦いいかな。ちょっとじゃあ行ってみよう。本。切ろ。あ、1じゃ無理か。本から学校 OK。 じゃあ分かりましたね。ちょっと待って、復活させ。じゃあ見えてるんですよ今、答えが見えてるんですけど、モーテルがいるんでしょここで。肉、モーテル、モーテル、学校、本、学校、モーテルから学校行ってだと思うんですけど、もうちょっといるな。ちょっと、あ、めちゃくちゃ復活した。もったいなくないじゃん、全復活なのか。じゃこれ切ります。残そう、サステナブルしていきましょう。学校作りますね。ちょっと予算がどれくらいかで、モーテルやって一旦切り替えるか。あ、増えたね。全体が増えるのかな、もしかして。もったいな。バンク、銀行だね。ちょっと待って。お金でもあと一つあるから、それはまだ出てないと。溜まっちゃってます。これ USA の大人が生まれると。バンク、銀行だね。銀行、これ預金かな、銀行マンなの、どういう
お金に換えれる券でしょ？銀行券か証券みたいなもので。あ、来ましたね。刺され、刺され、刺され、いける、よし。刺さった。さあ今すごいです。ゴミから野菜、野菜から肉、肉から子供、そして学校行って、ゴミから木、木から本、本から学校に送られて、それが銀行へとつながると。すごいな。これもいいかな。あ、これがいるのか。ちょっとアンロックした方がいいかな。ね、これ使うんならもったいないね。で、銀行の次、見てみましょう。野菜から羊、OK？ 服、服ね。服、OK。子供から鉱石。鉱石から、この上のやつからメモリ半導体基板かなが何か作る。子供から、子供働かせるというね、まあ社会問題ありますよね。そういったことでしょうか。結構皮肉も効いてるみたいなんで、そういうのもあるんだろうなと。どっちがない、これ。サステイナブルしていく。これ刺せばいいんでしょ、ここに。別にこっちか。で、また同文生み出しますね。次のを考えた場合、子供を一旦前に入れたいんですけど、あ、増えた増えた増えた。ユニバーシ、大学、大人と何か、いや、これしかないよね。ちょっと待ってね。これでしょ、多分。どう考えてもこれでしょ。基板と、これタートルネックなのかな？ジョブズみたいなことじゃないの？で、スタートアップ。スタートアップが、まあ、よくあるアメリカの、まあ、IT 企業ですね。めちゃくちゃ価値ある企業みたいなことなんで、つまり服と基板から、ジョブズとウォズニャックを作るわけですよ。ジョブズとウォズニャック作って、大学で作って、それを入れて、ひらめきが生まれると。で、ゴミは？ ゴミはどうした？ OK。ってことはですよ。ここで、野菜別個で用意した方がいいかな。ん？俺今売った？売ったっけ？こうで、で、服、これ別にしようか、こっちも。マイン、畑、牛、ステーキ、モーテル、マイン。ああ、そうか、これ、あれ？ダイレクトじゃないよね。あ、そっか、ないからわかんないのか。多分こうだと思うんですけど、これ刺さんないと思うんだよな。モーテル悪いか。モーテル。両方生まれる。大学置く。大学の立地がすごいぞ。モーテル、大学。モーテルじゃないか。学校からか。ちょっと待ってね。これは大変なことになってきたね。別で用意した方がいいのかなって思うんで。この島でも作れないしな。これはもう、どっか入れるとして。一旦、これ刺さないです、まだ。予定だけかな。アンロックできたらしてこよう。せっかくなら使いたいですね。はい、全部しといて。ゴミ予算増やしといて。ゴミ畑行って、一応こうサステナブル化したんで、いきますね。これシステムとして残したいから、
この辺ですよね、あとね。子供鉱石送る。どっかさせるかな。これ結構大変なんですよね。ちょっと上も消しちゃうか、これ一旦終わったら。でこの2つと大人なんで、この島を使えば簡単にできるはずですね。別になくても困んないもんね。銀行のあれがあるだけなんで。これ肉の方がいるのか。だいぶ余ってますね。オッケーオッケー。もうちょっとだけ進めて。あと2回分かな。もういいんじゃない。終わったね。あ、でもこれ使えば早いか。ちょっと待って、銀行じゃなくて、いや刺さんな、これは。ここならいけるよ多分。ここに大学置けばいけるぞ。刺した刺した刺した。大人、大学、ジョブズ、ウォズニアック、ジョブズ、ウォズニアック、スタートアップ、シリコンバレーね。スタートアップ、送る、ちょっとこれ行ってみるか。複雑。もう一回じゃあ、あげますかね。入るかな、そもそも。赤ちゃん労働は悲しい。悲しいな、これは。社会問題、社会問題、半導体か何か、レオズニャック、ジョブズたち生まれる。2人が合わさってひらめきが生まれると。でオベリスク、ビットコインかな。 B だもんね。ビットコインじゃないか、別に。ビットコインが光り輝く。ひらめきが送られる。ひらめきが入る。ひらめきはお金になる。ひらめきはお金にならない。あれ、ひらめきが蓄積されてますが、何ひらめけばいいのこれ。あ、光った。170から増えないと。何をしてるんですかこれ今。ちょっとこっち復活して、これさせるかな。させるんだ。あ、終わったね。これビットコイン、お、来た。ひらめきが天に昇るが、あれかな、ビットコイン何も生み出せないみたいなことですか。何も出ないんだけど、我々のドーラーが増えませんよ。ひらめいてね、オベリスク足んないんじゃないか、もしかして。それがあるんじゃないかな。あ、来たよ。いやー、ないね。ただ足んないんだよ、オベリスクが。一旦ちょっと銀行にね。これすごいね、こうやって考えると。こうやってって銀行預金がお金、銀行からお金が増えると。で多分それを使ってスタートアップができて、でビットコインができるということですよね。社会システム的な感じかな。
銀行で増えて、それがさらにスタートアップとして増えるはずなんだが、ビットコインには何も生み出さないと。だこの過程全部無駄だからね、今んとこ。子供無駄になってますよ、ここで犠牲に。許される状況ではないですが。あれかな、ひらめきの成功数パーセントみたいなことかな。全然ひらめきが価値をね、見出さないですけど。もう全部つなげちゃうか。どっち、こっちが足りないんだよね、確か。何ひらめけばいいんだろう。もう一回行く、これ。オビリスク。オビリスク、オビリスク行っちゃう。いや、変わんないよね。めちゃくちゃド派手な0ドルでしょ。なんか皮肉なんですかね。今のビットコインに対して言ってんのかな。昔のビットコイン増えたけどみたいなね。こうちょっとめちゃくちゃ豪華な、めちゃくちゃ豪華なゴミですよ、これは。めちゃくちゃ豪華なゴミができました。上手に役助けてほしいな、上手に役。スタートアップ、子供売れますよね。子供売る。ここ最悪ですね。子供売りますとマイナス5、逆サステナブルですね。まあ、このアップは売っちゃいけないね、当然ですが。マイナスなんだ。光らなくなった、ついに。ビットコインが死んだよ。ついにビットコインが死んでしまいました。あ、人が言ってるよね。あ、あれか、オズニャックがいないのか。やっぱオズニャックいないと。もう一回送るじゃん。仕方ないな。お金あるんでいいんですけど、別に。オズネック行く、ひらめく。いっぱいいっぱい作ろう、いっぱい作ろう。面白いな、ここ。もうでも終わったね。さあ今回は、まあ、ゴミからね、こうお金を生み出すという、まあ、資本主義的な拡大再生産みたいなことですよね。どんどん価値が増えていくみたいな。思い返してみれば、まあ、この野菜から作れる作物ではたかだかね、3かな、3ドルしかならないと。それを肉にすると5ドルになるわけですよ。で、それを赤ちゃんにするとマイナス5ドルになる。その肉の逆相関もあり。で、お金、銀行にしたならばね、それを。その銀行にしたならば、こう5ドルのものが大量に生まれると。5ドルが何個生まれてるこれ。7個くらいか。うるさいな。ビット君うるさいな、ちょっと。お金がどんどん生まれるよと。銀行賛美的な感じもするのかな。まあ、銀行はね、基本的にお金が増え続けると思うんで、不景気でなければ、そういったことを表してるのかなと。現金とビットコインの対比みたいなことですかね。これ35なのかな、一回。まだ光ってんのかな。肉の7倍くらいの利益になるわけですね。こううまく、ね、木もしっかり作っていけばと。でこれゴミ買ってますよね。ゴミ買うっていうのもね、なんかっぽいですね。今ゴミのリサイクルできるね、まあ、国とかあるわけで、そういうとこゴミ買ってるんで、そういうことも表現してるのかな。まだあそこ光るの。え、送ってる、まだある、あるのか。まあ、とりあえずここまでにしましょうか。なかなかユニークなゲームですね。こんな感じでできました。これ汚いですけど、まあ、
さまざまなこう産業があって成り立ってる的なことも表現しつつ、ビットコインだけ謎でしたね。もしかしたらあるんじゃないかな、なんか急にこの現金10倍にならないかな。お、あ、なんもないか別にこうしてただけだね。まあ、かつてのビットコインみたいにこの持ち金が急激に跳ね上がる的なね表現があったら面白かったですけど、最終的な感じはちょっと私は生み出せなかったですね、ビットコインから。まあ、その先はないんでゴールなんですけど、ひらめきがお金って書いてあるんですけどね、10時間ぐらいやってみるこれいつかひらめくんじゃないかな。まあ、そんなことはさておき、ここにしましょうか。一応クリアですね。